はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。どうやらね、甲板に出なければいけんようでしてね。まあその前にちょっと医務室まで行きましょう。まあその前に医務室まで行きましょう。とりあえずあの取引した場所があのアコに繋がってるって。うーよよ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 よ、すら叶うわけないよ。よいしょ、よし。まあとりあえずアコに出てくるということは分かったので、シャガンで武装していきましょう。競争薬や。よし。んで、で、医務室の後も、よし。抗ウイルス剤、よっしゃい。他には、鍵がかかっている。薬品金庫が鍵がかかっている。はぁ、あ。ドライバー使えん？ドライバー使えんのか？その抗ウイルス剤だけってわけはなかろうに。なんもないんかい。なんもないんかい。他なんもないんかい。どうやら甲板に出ねばいけんようだな、やっぱり。よいしょ。まったく不意打ち食らっちゃったよ。おい、少し離さないか。ダメだ。うん。よよ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 よっしゃ、無傷でいった。うん。上行ってないところあったっけな。うん、ないな。よし。ふんふん。試すか。扉の隙間に空気袋を差し込んだ。エアージャッキを操作で空気袋を膨らませていった。木製の扉を大きくするに半ばからへし折れた。うまいこと言ったな。壁にエアージャッキを立てかけた。さあ何が起こるの？選手に出られるとは言うものの、外に何があるともわからん。うゆう、おったがや。これでなんとかいける？
ぱりショットガンの方がいいな。競争役ん、これ補修キット床の穴の簡易的中華、おっしゃー来た来た。まあまだこっち側にもいるやろうけども。おっと、これはこれでいけるな。よいしょ、まだいるでしょ。お、シャッカン、補修キットが手に入った。まあまたなんかいきなり出てくるかもわからんしな。床の穴などを簡易的に塞ぐキット。あ、追ってこない。おーおー。やべえやべえ。よっしゃ。まさか、ここで初代バイオハザードのあの衝撃が来るとは思わなかった。ちょっとびっくりしたぞ。もう一匹。よし、まったくもう。さっき外におらんかったやろ、お前ら。オッケー。セーブしたいな。まあいいや。まあいいや。まだや。まだいいや。競争役もある。よし。他は？お、薬品金庫の鍵。来た来た来た。よいしょ。医務室は、よいしょ。お前さっきおらんかったやないかい。協賛っしゃ。妖怪過剰できそうなほど濃度の高い無機酸系の液体。もうショットガンを常に携帯しといた方がいいな。ショットガンは常に携えといた方がいいな。よいしょ。2発撃っちまった。よし、それだけか。スタンガン。おう。オッケーオッケー。あっちに行けるわ。でもそろそろセーブしたいわね。行ける場所が広がったのはいいけれども。怖いわ。急に死ぬのが怖いわ。ここで死んだらちょっとやり直しが面倒い。
ちょっとそのやり直しの手間が一番怖いわ。よいしょ。ショットガンは30発あるか。30発あればいけるかな。とりあえず、これでこのドライバーとスタンガン。先端部から砲弾が上がるので、それによって相手の行動を制限する必殺傷性の護身用具。まあ、こういうの蹴散らない方がいいんじゃろうけど。よいしょ。ほいほい。よいしょ。ドライバーで鬼門露出させた、スタンガンで鬼門露出させた。うげうげ。絶対なんかあるやろ、これ。お、もう一回。またこのエラーか。またこのエラーか、チキショー。よし。よし、ちょっとカット編集しよう、ここだけ。はい、カットしました。もうあのエラーがね、数ヶ月前にもう一回、数ヶ月前に3回ぐらい出たんでね。ちょっと、なんかびっくりさせられることよりも、何よりもこのエラーが一番怖いのよね。うん、また、頭が。また黒塗りの妹が出てくるのかな。あ、ただいま。あれ、ただまだ帰ってないのか？いや、でも玄関に靴が。いや、やっぱ、よそ行きの靴履いてったんかな。なんぞ？ただ！何が書いてあったんや？ただ！お、お兄ちゃん。あ、これは、あ、これ詰められてたやつとは別人か？あのが、柳井なんとかや。さて、貴様の持ち出した機密書類を早々に返してもらおうか。あ、わかった。わかったから妹には手出すな。はい、間違いないかと。これは確認だが、バックアップなどは取ってないんだな。取っていない。ここを逃れてもそんなことをすればどうなるか分かってる。だから取れるわけがない。結構、結構、コケコッコ。ただ、どうして秘密を知った者、そして何よりこの俺を失脚させようとした愚か者をこのまま生かして返すはずもないやろう。やれ。これは柳井であってんのね。柳井！貴様！殺してやる。思い出した。あの後、俺は死に損ねたんや。俺は、復讐者や、リベンジャーや。動ける。マグナム弾3発？ほいほい。もう行ってないところはないな。うん、中層行ってないところはない。そしてクリアにはやつがいる。ほな、角下げましょう。これで開いたけど、
主婦号にいたあいつ。やつは人質として使えそうやな。やつも連れてっか。連れてけるんか？セーブしよう。よいしょ。やっぱ殺気なやつが。やっぱ殺気なやつが。自分だけ行くってことはできへんのかな。ああ、やっぱり行かれへんのね。不便じゃのう。おい、出てこい。出てこんと。待ってくれ。話は聞く。だから、やめてくれ。だったら出てこい。おとなしく出てくるんやったら、できる限り、ボディーガードしちゃる。そうでなければ、わかるな。いやいやいや、話を聞くだけなら出ていく必要ないやろ。やめてくれ。聞こえなかったんか。俺は出てこい言うたんや。話を聞くだけの段階はとうに過ぎた。どうやら一短期のようやな。出て行ったら俺はどうする気や。パニックルームに集まってる奴らおるやろ。お前にはそいつらに対しての交渉材料になってもらう。な、にを。さっさと出てこい。時間と薬莢が惜しい。それとも引きずり出してほしいんか？その場合、手間や弾薬をかけさせられた分、その後の対応は、乱暴になるぞ。さーて、もう少しで鍵穴が露出しとやな。そうなりゃ、あとは楽なもんや。その後は覚悟しとれ。うるる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 る
あいつ強ってからに。いや、なんでやめてくれ。おとなしくしてる限り危害は加えん。それだけは保証してやる。わかったら黙ってついてこい。まあ、こやつは、野郎やしな。やはりな。やはりこれはここに繋がっておったんじゃな。ふぅ。多分なんかでかいやつが、いそうだけど。いや。ああ、なるほど。ここがセーブポイントじゃ。うん、よいしょ。いや、なんか使いそうやな。弾薬使いそうやな。ショットシェルコードゴ。よし。こいつじゃ心もとない。Keep out。おらんのか。Keep out。隔壁が降りてる。
まあ、各部屋に出るよな。ここに奴の家族がおってもおかしないか。おい、どうせ見てるんやろ。ここ開けろ。要求を断るならこいつを。なんや、近くでドンパチやってるやん。あれは、ほおずきわくやか。いや、それよりも、似てるとは思っていたが、実際に見ると、あの姿は、ただに。どういうこっちゃ。ここを開けろ。さもないとこいつ、殺すぞ。命の保証はしてくれるって、セリフでは言うてたじゃん。シャットアップ。言っておくが、俺は本気やぞ。なんなら手足の一本でも打ち抜いて失血して待ってみるか。これ開けて。ほら、東京さイグだ。俺も当然や。早せ、時間が惜しいんだ。さもなくば。分かったから。お兄ちゃん。あ、ユイだったのね。ただじゃなかった。ユイ。あんた誰？何が目的よ？私を助けようとした？いや、それよりも、まさかこいつが私以外の侵入者？それにこいつが連れているのはあのクリアにおった。お前はホオズキ白夜よ。単刀直入言うよ。ちょっと俺と付き合ってくれ。は？先に言っておくが、俺はあんたが世界中を地獄に作り上げた張本人と分かった上で、最終兵器彼女みたいな提案をしてる。嘘はついてへんな、こいつ。いくつか聞くわ。まず、なんで私と付き合いたいん？俺はリベンジャーや。そして俺の復讐相手は、柳井康継。つまりあんたがターゲットにしてるうちの一人や。はん？お前、世界を地獄に塗り替えた私よりも、その柳井康継の方が憎いと本気でそう思ってんの？うん。あんたが世界を地獄に塗り替える前から俺の復讐はついちょる。むしろあんたの起こした混沌とか混乱で奴をその手にかけるチャンスが増えたから、あんたには感謝してるぐらいや。嘘ではないな。こいつら狂ってる。ならもう一個聞くわ。あったと付き合ったとして、何？ちゃんと仕事は続けられる？ちゃんと家事の分担とかはできる？子供は何人？ちゃんとそういうなんかライフビジョンできてる？おそらく、やけど。あんたにない知識や情報を俺は持ってる。例えば現在地の座標や、屋内のいるシェルターの正確な場所、それにそこの避難室にある小型潜水艇の操縦知識とかな。あんたもこの船に乗り込んでるっちゅうことはシェルターが目的なんやろ。現在地がシェルターまでかなり近い座標なのは把握してるか？まあ、時間で逆算はしてたし、目的地の座標も分かってはおったけど、正確な現在地までは把握してへんかったな。それに俺が連れてきたこいつ、避難室を開ける交渉材料になるとは思わん？なるほどね。まあ、このナンパ野郎どこまで信用できるかわからんけど、それを前提するなら一向の価値はあるか。俺見逃してくれって言うたやろ。お前助けるってや。私が
私が見逃すって言ったのはそのクリアのその扉だけや。そのあんたがそいつに捕まったんは、それはお前の責任や。それにあん時も言うたよ。別に戦ゆえ恨みはないけれども、助ける道理もないって。だから勝手にせ。さて、ではこれからやけど。船外からの通話要求。ある意味でタイミングが悪いな。ああ、そやね。そやね。私が話そう。よかった。まあ向こうも状況を把握してるやろし、そんな隠す意味もないよな。お前も来るんや。警告しておくか逃げようとは思うなよ。わかった。わかったよ。どうせ21じゃ勝たれへんねん。お久しぶりね、ほおずきさん。さて、無駄話をする間柄でもないし、早速やけど本題に入ってもいいかしら。まあ、驚の顔みんなモニター越しでも嫌やし、そうしてくれると嬉しいの。感情と合理性の折り合いは難しいの。それに分かってはいたけど、やっぱり来とったか。あん時、息の根止めておくべきやったわ。そやねえ、お互いに時間は貴重やもんねえ。なら、単刀直入に言うわ。私が来ていることに動揺がない。まあ想定外のはずやけど、その程度の情報はやっぱり手に入れてたっちゅうことね。おとなしく投稿なさい。その船のシステムはこちらで完全に掌握してるわ。聡明なほおずきさんやもの、言うてる意味わかるわね。シェルターの入り口を開放しない兵糧攻め、その他もよりどりみどりね。うん、まあそれはわかるよ。ただな。ただ何？こっちにはそちらに避難している人たちの家族が乗ってんのよ。例えば兵糧攻めにしても太平洋の真ん中に船ごと放置するにしても一緒に巻き込まれることになるよ。それに私が彼ら彼女らを人質に交渉するとは思わなかったん？ああ、先に答っておくけど、そいつらおとりの偽物やってハッタリは通じひんよ。その程度は下調べしとるわ。そんな、まさかまさか、そんなハッタリは言わんよ。まあ、最初からそれらは必要なサクリファイスとして計算しとるわ。何やと？本命だからこそあなたははめられる。それだけのこと言うよ。やっぱりまだ経験が足りてへんね。こんなん基本基本や。さっきも言うたやん。初めからそれらは必要なサクリファイスとして計算してるって。まあこちらに避難しているあなたの標的たちには残念だけど不幸な事故が起きたとでも説明しとくわ。こいつ。まあまあラス、まあスーパービランはこんな感じか。なるほど。これまでのやりとり一個はっきりしたことがあるわ。あ、興味深いわね。何かしら？あなた完全に適合したわけはないわね。おそらくだけど、中途半端に適合したんじゃないかしら。私とは別の適合をしたのかもしれないけど、感染源が私である以上、私の似たような適合をする可能性が高い。だから別種の適合は考えがたい。一枚刃じゃないか、やっぱり。その反応。なるほど。当たったみたいね。私を捕らえたいのは被験体にしての、踊りの延命措置。またはあなた自身が適合者にでもなるためかしら、ミランダ・ジャハナかな。だとしてもこの状況の意味は変わらんよ。だってあなたは自分の命を盾にはできん。なぜならあなたの標的はまだ生きてるから。ならあなたは死ねない。死ぬわけにはいかん。違う？その通り。そんならまた取引でもしましょうか。こちらであなたの強敵を殺す代わりにあなたをおとなしく捕まるなんてどうかしら。悪い話じゃないでしょ。うん。甘く見られたものね。前に言ったはずよ。
あなたの信用は地に落ちた。もう二度と取り消はしないと。私が己の言葉、私が自分で言うた言葉をそのままひっくり返すと思うか。そのテロ、そんなフェミニストみたいに、その社会活動家みたいに、そんなクルクルすると思うか。残念。まあ期待してへんかったし、そらええわ。自己理念の論理矛盾を起こせんかったが、話に乗ってくれれば精神的に尽くせたかもしれないけど、そうまくはいかんか。待ってくれ。それで、だったら私が絶対的に有利なこの状況を宝石さんは一体どうするつもりなんかしら。それがわからんから、あんたは適合者じゃないっちゅったよ。もし適合者なら今の状況でこんな不用意通信をつなげたりはせんかったやろうな。ん？それはどういう？しっ、つかんだ。大雑把なイメージやけど、一時的に出入り口の開放ぐらいなら、あとはその混乱に紛れて。ふっ！これは、いや、違う！このシステムは厳重に守られている。直接有線でつなぎでもしない限り、ウイルスに感染なんてありえない。なら一体。今ので手札を1枚さらしたし、教えてあげるが、もう標的は残り少ないから脱出してみる。うすち。私のような適合者はね、物や人から記憶や記憶を読み取るサイコメトリーの真似事ができるんよ。あのサイコメトラーなんとかっていう、あの TOKIO の松岡さんがやってたみたいにね。おそらく電磁波の類を受信や送信できるみたいなことやと思うけど、それを応用すれば生体コンピューターの真似事もできるのよ。今のように通信からシステムに侵入したりね。まあまあ、脳にかかる負担が大きいから、そうそう乱発はできんけど、この情報を得てせいぜい警戒しなさい。それがこいつの足かしとなる。私との会議は時間を稼いで、その間に自身を媒体にシステムに侵入したいということか。ほんま規格外やな。そろそろ通信も切れそうね。首を洗って待っとれ。すぐにそっちへ行って泣き別れさせてあげるから。ちょっと目から血出てるな。それは楽しみね。熱烈歓迎ワンダーランドしてあげるわ。ここまでは想定通り。あなたなら私に見せてない手の内でこのくらいの窮地はどうにか脱すると予測してたわ。でもだからこそ私の次の策が生きる。さて宝月さん、あなたはあといくつ隠し玉があるのかしら。がっかりさせないでね。その力はいずれは私のものとなるんやから。今のじゃパニックルームの電子量が誤作動を起こしたよね。誤作動？ほんまに偶然にしてはできすぎやな。ちょうどいいわね。急ごうよ。いや、この様子どうやら船中の電子量が誤作動を起こしたよね。まあ何にせよ好都合か。わかった。ああ、オドラはここで解放したらもうほとんど意味ないしな。もうオドラだ、たたたたた、助かった。やっと解放された。もう俺に用はないな。まあ用はないけど、アンデッドはおるやろうし、さっさと退避した方がええで。あのパニックルームまで送ってもらうことはそのできないでしょうか。お前すぐそこやないけ。まあついてくるのは分かったやけど、少し離れてた方がええで。それはまたどうして。ちょっとだけ手洗い交渉になるかもしれないからかね。はい、ということでね、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、バルリオス。編集がめんどくさい。ご視聴ありがとうございました。また見てね。